をしたいらしい。押し倒されたい派？ちなみに私は縛りたい派。冗談。本当は縛られたい派。比較的 M だったりする。点で妊娠させようとしてる。どこで？あ、まさか外で。覗きはか？盗撮は？女の子にだって性欲はある。父志望はプロのバドミントン選手だった。第二志望もプロのバドミントン選手だった。そして第三志望は、私をそんなに軽い女だと思わないで。とにかく書くことがない。あ、見ちゃダメ。リクさんのエッチ見ないでって言ったのに。スケベ、覗き魔、女の敵、エロの横綱、イモラル将軍、ピンク脳細胞、ドスケベメディアクリエイター、変態博士、エロエロ総帥、それから真面目に書いたのに。リクさんは知らないかもしれないけど、私はロックが好き。人の夢に文句を言うなんて。歌うだけなら誰でもできそうだと思った。でもなってみたいのは本当。あと簡単そうだし、とりあえず歌って「ファッキュー」って言えばいいんでしょ。私に夢の中で怪しいことをするつもり？夢の中で私を性的に虐げて悦に浸るつもり？現実でやったら犯罪になるような暴力的な行為をするつもり？なんか興奮してきた。言ったはず、私は M だと。私だけ言って終わりなのは反則。リクさんも性癖を暴露するべき。大丈夫、私は何でも許せる。どんなことでも包み込んであげられる。そう言うということは、まさか持っていらっしゃらない。男の人はノーマルじゃない性癖の一つ二つ持っていると聞いていたから。ということで、リクさんにはぜひともアイリフェチになっていただきたい。
セミネアイリという存在自体に性的興奮を覚える。非常に悪いタイミングだった。せっかくリクさんとニャンニャンしてたのに。ああダメ、電話中なんだから。そんなところ触っちゃ。ははーん。そんなこと言いながら私のおっぱい揉んで、あ、ダメ、何か来る、すごいの来る。